ったの。オーストラリア。いやー、また遠いところから。北海道寒いしょ、向こう今夏だもんね。いや、こういう時はね、温泉さ。温泉入ったことはなんたないの？いやー、そりゃあんたもったいないべさ。北海道来たら温泉入んないと。ん？入り方わかんないってか。タム大丈夫だ。私教えちゃるから。温泉はね、男と女別々に入るの。大体男湯には青、女湯には赤いのれんがかかってるから、何も字読めなくても心配いらないんだわ。のれんくぐるしょ、したら脱衣所あるから。そこで服脱ぐ。あー、いや、水着とかつけたらダメさ。スイミングでないんだから。全部脱ぐの。すっぽんぽんさ、すっぽんぽん。何も恥ずかしくないって。して、脱いだ服はカゴに入れて、小さいタオル一枚持って、隠すとこ隠して風呂場に行くんだわ。で、ちょっと、すぐ湯船入ったらダメでしょ。まず体きれいに洗うの。ちゃんと見極めて洗い終わったらゆっくり湯船の前に立って、はい、しっかり見なさいよ。して、よーい、ドーンって。おな飛び込んでる頭打つべっさ。スイミングでないって言ってんの。ゆっくり足から入って、タオルはお湯につけたらダメだよ。頭の上に乗せて、あ、して目閉じて怖いの。はぁー、あいゆだなーって。あ、言ってごらん。